さて皆さん、一度きりの人生、ご機嫌に送りたいもんです。さてそのためにはどうすればいいのか。夢を見て、夢を持って生きるべきなんです。コングズブルース、あなたにお送りしましょう。なんか違うかもって思ったんだ。もっとでかくなれるって証しなんだ。一度の人生、ご機嫌にやる。